1> 第1号総海特務艇第1号型総海特務艇は日本海軍の総海特務艇。船体が漁船形状であり両層とも呼ばれた。従来日本海軍の所有していた総海艇は性能は良かったが戦時急増には向かず予算的にも戦時の必要数は揃えられなかった。一方、日中戦争勃発により総海艇の不足が認識され日本海軍は トロール船などの漁船を徴用し、特設総海底として使用し十分実用的であった、反面、不十分な箇所も多くあった。また、英国海軍では、正規総海底の補助兵力として、構造簡単で安価な船を所有しており、日本海軍でも1938年から研究を始めた。その結果、規制のトロール漁船そのままの安価な管型の、 総改定が計画され、1940年度第二次追加計画で6隻が試験的に建造された。予算は第76帝国議会で成立した昭和16年度臨時軍事費に含まれ、雑船として1隻105万円、6隻、合計630万円だった。続いて1941年度戦時建造計画で16隻、計画され、 一石百四十三万千円、合計二千二百八十九万六千円の予算が成立した。当初は雑益船として建造が計画されており、漁船型総改定を略して、両層と称された。設計はできるだけ簡単な構造、を偽装とし、艇型はトロール漁船そのままであり。 戦争が起こらずに本型が必要なくなった場合には簡単に漁船に改造できるよう考慮されていた。主な変更点として戦争部分は兵員居住区や弾薬庫などにされた外、機械室へは船橋から船内を通って行き来できるようにしたくらいだった。なお舵取り機械は当初は手動の観察式だったが後期の手はスピンドル式に変更された。兵装は選手に 単8センチメートル広角砲一門を装備、7.7ミリメートル、単装機銃一丁は船橋上に装備された。その束くらいも搭載しており、対戦戦闘にも従事した、汎用艇だった。竣工後の変更として、総海産業用の後部甲板部分が狭く、後に、上部構造物後段にあった浴室を廃止して、作業甲板を広げた。機銃は、終戦時、 25mm 単装機銃2丁から4丁が装備されていた。阿号作戦後の並走装,装備の状況調査によると1944年8月20日付の報告で第6号が船橋前に機銃台を設けて 25mm 単装機銃を1丁、煙突直前の上部構造物上の左右舷に、機銃台を設けて1丁ずつ、上部構造物上の後端 後部マストの直後に1丁、合計2 5ト、mm、ル単装機銃4丁を装備していた。また、ジャパニーズネーバルベッセルズ8テ t ーザエンドオブウォーによると、船橋全部に機銃台を設けたのは、第6号のみで、他の艇は、船橋の左右弦に1丁ずつ、後部マスト直後に1丁、また船橋上の機銃も残し、計4丁を装備した。マストは、全部、後部ともに、 単マストだったが、第13号は、後部が三脚マスト、第14号は、後部が、支柱一本を加えた二脚形式だった。また、第11,12,17,18,19,20、22号の、確定は、アンカーリセスを設けた。建造は、大型漁船の経験の深い大阪鉄工所、桜島工場と、 三菱重工業彦島造船所に加え、官邸建造経験のない中小の造船所でも建造された。1942年1月に第1号が竣工その後1943年10月までに22隻が完成、対戦中に7隻が戦没した。構成戦隊のため時期嫌いの総会には適せず、残存艇のうち11隻は戦後も 経流機雷の総会任務などに従事した後、賠償官として連合国側に引き渡された。a b 日本海軍全艦停止、主要艦艇用目標 P57 と、写真日本の軍艦第13艦、P226 では、水船長29.60メートル、水薦間長28.97メートルとしている。海軍造船技術概要 P690 の軸張機の項には、 275とある。海軍造船技術概要 P690 の速力の項には10とある。特務艇一般計画要領書付現状調査 P14 では、巡視艦以上4人、歌詞官兵40人となっているが、合計に43人と書かれている。ありがとうございます。